どうも長峰大です。刀慎一郎です。今回は学校の怪談シリーズ最後の作品であり、個人的にはシリーズ最高傑作の学校の怪談4についてなんですけど。へえ、大ちゃん的には4が一番なんだ。厳密に言うと思い出補正を加味した場合1が一番好きなんですけど、あくまで一本の映画として見たら僕は4が一番好きですね。じゃあ早速そんな今作の簡単なあらすじから。古い木造校舎でかくれんぼをする子供たちが突如大津波に襲われ学校ごと海に飲み込まれてしまった。成仏できない子供たちは次々と子供たちを海に引きずり込んでいってしまう。次はお前だって感じの話なんですけど懐かしいねそのキャッチコピー。 CM でやってたよね。で今作はあのデレ印象的な CM からも分かるように、終盤まではシリーズ最強ってところが最大の特徴だと思うんですよ。 1,2,3 と続いてきた学校の怪談シリーズってもともとホラー映画というよりは子供たちの不思議なファンタジー映画って側面の方が色濃かったじゃないですか。極端な話ホラー要素ってあくまでキャッチーなポイントでしかないと言いますか。まあ子供向けの時点でガチンコの 100% ホラーではないですよね。でも今作は冒頭から終盤に至るまで今までのシリーズとは一線を画すレベルで怖かったですよね。特に白黒の写真のカメラに向かって指を指してくるおかっぱな女の子とか、これは普通に言ったら失礼ですけど女優に向かって言うなら最高の賛辞だと思いますが、よくもまあこんなに絶妙に気持ち悪い子役をキャスティングできましたよね。あの子真夜中に一人で無表情で突っ立っとったら大人から見ても普通に怖いですもんね。まあ、確かに女の子相手にちょっと失礼かもしれないけど本当に幽霊が似合う顔ですよね。でこの女の子筆頭にボロボロのランドセルから薄気味悪い平家ガニみたいなやつが出てきたり、窓ガラスを無数の手がバンバン叩いてきたり、会長くんの家でジュースがいつの間にか飲み干されていたり、何よりぼっこ人的には BGM も非常に恐怖心を煽ってきてくれて、まさにシリーズ最強の名にふさわしいとも今作なんですが、その中でも僕個人的に一番好きなポイントって妖怪の類が一切出てこないところなんですよね。お、言われればそうだね。確かに4ってテケテケとか出てこないよね。そうなんですよ。幽霊をアクセントに基本的には妖怪の類を敷き詰めたシリーズの中で今作だけは幽霊しか出てこないんですよ。で何よりこの幽霊だけに絞った演出がシリーズ最強に一役買ってると僕は思うんですよね。確かに4ってコミカルでクスッとできるところの印象全然ないですね。ずっと不気味というか。しかもそんな今作のテーマって幽霊って別に怖い存在じゃないってものじゃないですか。デレ怖く幽霊を見せつけながらそれは別に怖いものじゃないですよって見せ方になっとるところが僕のこの映画が大好きな理由なんですよ。ほうほうほう。んでそれを印象的に説明してくれてる場面として、主人公兄弟が親戚のおばさんと海に灯籠流しするところがありましたよね。はい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 。この灯籠流しっていうのはお盆に帰省してきたご先祖様を弔い、あの家にお見送りするためのものなんですけど、んでこの時に昔旦那を亡くしたおばさんが八重ちゃんに死んだ人の魂ってね怖くないのよっていうよね。あーそんなシーンありましたね。ちょっと映画の雰囲気が変わる切ないとこだよね。まずこの場面の僕の好きなとこって大人と子供の最大の違いの一つとして死への距離感があると思うからなんですよね。死への距離感？当たり前ですけど幽霊ってよく分かんないから怖いわけじゃないですか。はいはいはい。よく分からん恨みや未練にとらわれててそれの表現方法が恐ろしいって言いますか。でも旦那を見とったおばさんって旦那の幽霊を怖がるわけがないんですよね。なぜなら生前の状況をよく知ってるからですもんね。例えば僕去年大好きやったじいちゃんを亡くしてるんですけど、コロナのせいで一族で僕だけ葬式に参加できなかったんで、今目の前に出てきてくれたら普通に号泣しますよ。ごめんじいちゃんってやめてよ大ちゃん、急にマジで切なくなる話でもまあよく知ってる身内の幽霊って確かに怖いものじゃないですもんね。大人になると幽霊が怖くなくなっていくのって死に直面する機会が増えていくのが一つの大きな要因やと僕個人的には思ってるよね。死者が未知のものではなくなると言いますか。でも今作の主人公兄弟のような小さな子供たちにとって幽霊って現実と地続きで考えられない存在やもんでデレ怖いんやと思うんですよ。つまり幽霊や心霊現象といったものって受け取り側の捉え方一つで意味合いが180度変わるものやと言えると僕は思うんですよね。で今作の素晴らしいとこってそれを映画として演出しきったとこやと思うんですよ。幽霊って決して存在自体が恐怖なものじゃなくて見方、つまり映画的に話すなら演出で恐怖や感動、切なさ、温かさに触れる概念と言いましょうかね。そう言われれば今作の前半は怖いのにラストはちょっと切ないけど爽快ってまさにそのまんまだね。実は冒頭から終盤にかけて幽霊の子供たちのアプローチって変わってないんですけど、それの真相を知るにつれ捉え方が変わっていくだけで恐怖からかわいそうに移っていくとこが本当によくできてますよねこの映画。しかも幽霊になった子供たちの抱えていた苦悩がかくれんぼってのも本当にいいですよね。誰だって経験ありませんか。あまりにもガチで隠れすぎたせいで鬼に発見されなさすぎて心細くなったことってわかるわかる。
急にめっちゃ怖くなるよね。幽霊たちは恨みつらみで子供たちを海に引きずり込んでいたわけじゃなくて、ただただ怖くて寂しかったってめっちゃ共感もできるいい設定ですよね。でそんな今作のメインテーマって死者との向き合い方ってことやと僕は思うんですよ。はいはいはい。幽霊っつったって元はただの人間ですし、良くも悪くも特別視する必要がないと言いましょうか。最後に八重ちゃんが文房具屋さんのおじいさんに奢ってもらったアイスの当たりくじを、私は今食べたばかりだからおじいさんにあげると海に投げ入れる場面があるんやけど、ここがまさに幽霊の捉え方、接し方、距離感を象徴してると僕は思うんですよ。まるで普通の友達みたいな雰囲気と言いますか、無意味に怖がるものでも過剰に引きずるものでもなく、時々思い出してあげて手を合わせることが大切みたいなね。なるほどね、確かにそう言われればそうかも。んで実はこの映画って1、2、3と大きく違う点として、幽霊たちが暴れ始めた明確な原因が表現されてないんですよね。あれ、なんか悪ガキたちが海岸のお地蔵様に石投げたりしてませんでした？実はもうその前から不気味なカニ入りランドセルが出てますし、その時に津波に飲み込まれた学校の看板も海岸に流れ着いてるんですよね。すでにそうだったっけ。じゃあなんであの幽霊たちは暴れ始めたの？僕個人的にさっき話したかくれんぼ中に発見されない孤独感と照らし合わせて考えると、本格的に忘れ去られていってしまったからなんやと思うんですよね。実は今作の舞台の街って1年前と1個だけ大きく変わった部分があるんやけど、それは水没した学校の中に残された子供たちを本来探し出す役目だった文房具屋さんが死んでしまったことなんですよね。ああ、そういうことね。そうなんですよ。もうあの街にはあの子供たちを探し出せる、つまりは直接知ってる人間がいなくなってしまったことが、あの幽霊たちを刺激してしまった一番の要因なんじゃないかと僕は思うんですよね。そりゃ幽霊たちも怖くて怖くて、もう手段を選ばず誰でもいいから自分たちを発見してもらおうとしますよね。そう考えるとなんかますますかわいそうになってくるね、あの冒頭の子供たち。しかも僕はこの映画って学校に取り残された子供たちを発見し供養が完了できたちゃんちゃんってとこで終わっちゃいけない作品やと思ってまして、はいはいはい。大昔の津波によって尊い犠牲となってしまった子供たちのおかげで、今では町を守る巨大な波よけの扉ができたわけじゃないですか。ちゃんとそのことを子供たちに伝えていきつつ、1年に1度あの幽霊になってしまった子供たちの分も灯籠を流してあげて忘れないようにしてあげるべきやと思うんですよね。このシリアスな雰囲気がこの映画がシリーズ最高傑作たるゆえんやと僕は思ってます。大ちゃん、ほんと細かいとこばっか拾ってそれ広げて話すの好きだよね。でも今大ちゃんの話してた目線でちょっと見直してみたくなってきたわ。じゃあ最後にどうでもいいこと一つだけ。今作のクライマックスでおじいさんになった文房具屋さんが海に沈んだ小学校の中でみんなを発見していく場面があるんですけど、その時におかっぱの子を見つけた時にお互い笑顔になって、こうちゃん、ゆきちゃんってデレ自然な会話になるんですけど、僕がゆきちゃんやったら多分叫んじゃうと思いますね。こうちゃんどうした、玉手箱でも開けたんかお前ってところで、じゃあお疲れっす。走る影も見えない夜を探す何を求め待ちかろう、人生のナビ割れパンソーコ増えてく膝小僧、oh, no! 回した世界改造の